皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、ちょっとちょっと、お久しぶりやしませんか。ものすごくものすごく僕は待っておりましたから、とは言いますけれども、もちろんのこと、ものすごいものすごい感謝しておりますよ。本当に嬉しいのでございます。お便りありがとうございます。やっぱりですね、こうしておはぎさんよりいただけますこと、結構定期的にいただけますと、僕は本当に心が弾むと言いますか、本当に心躍るのでございますよ。ただなんとなく少し感覚空きましたよね。空きましたよね。そんな気はしますよ。どうされていたんでしょうか。ただクマよりはおはぎさん、なんか元気でいるようだよみたいなことは伺ってはおりました。ですからその安否に関しましては安心していたのでございます。ただただお便りがないこと、それは寂しくは思っておりました。とはいえこうしていただけましたので本当に嬉しいのですよ。しかもお久しぶりなことにメッセージも添えられていらっしゃいます。メッセージも、そのメッセージなんでしょうね。リス、久しぶり、元気してた？みたいなことでございましょうかね。ではでは、その気になるメッセージ拝見いたしますね。じゃん、コンセプト、ここのチャンネルだけかと思っていましたが、某有名チャンネルでもやっていた仮説ですとのことですよ。え、どういうことです、どういうことです。これは僕はもうこのちっちゃなちっちゃな脳では今一つピンとは来ていないのでございますよ。ピンとは、そうですね、じゃあ某有名チャンネルさんがやっていらしたことが、今この後この一言により分かるといったようなことでございますので、よろしいのでございましょうか。そんな感じでございますよね。そんな感じで、ということはまずはこの後のお一言を拝見しなければわからないといった感じでございますよね。ではでは、じゃあ早速拝見いたしましょうか。そのお一言、じゃん、あー、なるほど、そういった展開を見せることによって、あれなんですね、人気な放送へと導いていただけるような、いただけるというか、そういう方面へ展開すればどうでしょうといったようなことでございますかね。ですよね。だと僕の中では捉えさせていただきました。皆様に簡単にご説明しますと、いきますよ、ちょっと難しいですよね、ご説明するの。ちょっとやってみます。ではでは行ってみますね。まずこの放送をお好きな方がある程度いらっしゃった場合、次の段階へは、そうですね、家事やら家庭のことをされる方、はい、そういった方のなんて言うんでしょうか、そういった方へ向けても放送してみては
いかがですかみたいな、そういったことでございますよね。合ってます？だというような認識を持った感じではございます、僕の中では。はい、とのことでして、次の段階へ展開するとしましたら、そうした家事やご家庭のことをなさる方へ向けといったような感じでございますよね。あ、でもですよ、あれじゃないですか、ある程度のこの放送を好きでいてくださる方がまずはちょっと足りなくはございませんか？足りなくは、そんな感じはしてしまいますよ。もう今の段階でもこの放送は次へと羽ばたいていいのでございましょうか？そこら辺が僕の中ではちょっと謎ではございます。じゃあどうしましょうか？まずはどうなんですかね、どうなんです、おはぎさん、今の段階でいいのです？そこが問題ですよ。今の段階でいいのか、はい、そこが問題でして、もうちょっと、じゃあもうちょっとですよね、きっと。もうちょっとなのかな、なんか大幅に足りない気がするのは僕だけでございましょうか？何せあれですよ、連日お便りがお便りくださる方が連日変わるような、そこまでいきませんと、最低限そこまでいきませんと、まだまだな感じ、これいたしませんか？僕の中ではまだまだ遠いなみたいな感じはするのですけれども、どうでしょうかね。何せですよ、しかもむしろチャンネル登録者さんが増えるどころか減っている現状ではどうなんですかね、どうなんですか、これもう謎が深まるばかりですよ。ただじゃあもしその第一段階がクリアされているとしましたら、その次の展開へともう羽ばたくとしましたら、どうしましょうか、どうします、これ。そのご家庭のことをいろいろなさる方向けへ放送をそのターゲットをそのバチッと向けるとしましたら、どうされますか、どういった内容にしたら良いのでございましょうか。そこがまた問題ですよ。そこがまたちょっと甘噛みしてすみません。そうですね、じゃあ今日のお献立とかやってみますか。今日のお献立、例えばですよ、今日はクリスマスイブだから、まずはショートケーキのホールと、そして七面鳥と、あとはちょっとしたタコスでよろしくお願いしますみたいな感じでどうです？今日のお献立を毎回言うような感じで、これどうですか？こんな感じですか？どうなんです？もうですよ。すいませんね、今ちょっとなんかちょっと画面がおかしくなりましたよね。もうちょっと僕の中ではそこのターゲットさんへ向けてのことを考えるとしましたら、こうした案しか思い浮かびませんが、ぜひともさらに深い、こうしたらいいよみたいなことございましたらお教えくださいませ。それにしても、もしもですよ、今日のお献立コーナーとかやりだしましたら、なんかより一層混沌としますよね。この放送、一言シリーズからお献立シリーズまで展開するとしましたら、そこら辺どういうように重ねましょうか。そこら辺のアイデアもぜひともよろしくお願いいたします。とのことでして、いただきました
おはぎさんよりのこのコンセプトといいますか、ご意見、はい、確かに受け止めさせてはいただきましたとのことでして、奥様ご覧になってくださってますか。こんな感じですか。むしろこんな感じで、なんだかちょっと僕自分で言っててちょっと照れちゃいますけれども、なんかちょっとドキリと恥ずかしさ増しちゃいますけれども、こんな感じでいいんですかね。ちょっとわかりませんが、ちょっと混乱しつつも、ハンイさんのお一言、これ皆さんに拝見していただきたいと思いますとのことでして、いきましょうかね。はい、こういう感じでというようなおはぎさんからの、はい、ご意見でございます。ではいきますよ。おはぎさんよりの一言どうぞ。ファンがいたら主婦層にも幅を広げる。